メンツはほんまにガチの人たちはいない感じですね。あの顔してるな。えらい。でも全然動いてないから微妙やな。いやーこれ狙いたいもクソもないな。まあ、見えるところっつったら、あらやろ。これがジャグだ。Thank you.
実践終了、お疲れ様でした。今日はあの大好きな MG さんの真似して車からお届けしてますけど、まあね、まだ全然もちろんもうほんまにわからない、ただですね、もう自分の経験値だけなんですよね。家にバーサスあるからやっぱ売ってきた経験が一応あるんでね、あれもう罠だと思うんですよ。多分GOじゃないと思う。なんでかっつったら、ハズレがやっぱり大事やと思うんやけど、出ない。まあまあね、まだ全然そらバーサスゲーム中も回してないんでわからないですけどね。ただ、右隣の台がめちゃくちゃ調子良かったんですよ。もうビッグもレギュラーもパスパス軽く当たるし、はまらないし、でビッグ中の V の、上下段とがあったんでね。そやからまあまあね、全然わかんないですけどね。全然わからんけど、まあ何年ぶり、もう5年ぶりぐらいに行ったお店やから、もうね、やっぱり負けたくないっていうのがやっぱり一番あるし。で、応援隊の人が一人おったんやけど、まあ、その人を聞くと内容やっぱりあんま良くないってことで、その人も やめてたんですよね。あとはやっぱり B 花のコーナー見てもそんなにね、その 前代系とかではもうまずないと思うんで、となるとほんま5年ぶりぐらいにポンと行って、ポンと自分が5積もってるっていうのはちょっとね考えにくいし、でパチンコの釘もね全然ゴミやったんですよ。マジでホールの状況っていうか、パチンコの釘もちゃんと見て、で周りの状況と照らし合わせてってなるんでね。せやから、あれはもう罠のバーサスやと判断しました。まだ全然わからないですけどね。全然わからないから今から座ってね、あ、結果8000回して5でしたっていうのも十分ありえるんですけど、せっかくね、もうまあ今日はお休みしようかって言ってたんで、貴重な時間じゃないですか。なので今日はもうやめます。はい、あのお店ではね。で、今これちょっといつもの店に向かってるんで、いつもの店も多分ね、いつも通りだと思うんで。これみんなよう飛ばしてるけどさ、80キロぐらいで、あれえらい飛ばすなみんな。これ自分の車今全然遅いわけじゃないんですよ。まあまあそんなわけで、とりあえずいつもの店ちょっと覗いて、もうね、いつも通りやったらもう今日は終わろうかなと思います。いやー、いつも通りですね。明日、ゴッド剛と京都視聴者プレゼント企画をやろうと思ってるんで、いつもの台もまあ座られてるんで、今日はここで終わりたいと思います。来ました。ありがとうございました。